もう、まあ、皆さんこれ見えてるでしょう、ね、ご覧になれてる感じですかね、うん、はいちょっとわかりづらいですか。はい、皆さんこんにちは。ルイラボが主催する、カームテクノロジーの可能性について考える、第1回目のお時間となりました、本日はご視聴いただきありがとうございます。私ファシリテーションを務めますルイラボの森口です。よろしくお願いいたします。はい、本日は、京都大学オープンイノベーション機構特定授業で、瞑想の認知神経学認知神経科学の研究を行う、藤野正弘さんを呼びして、特殊形式で進めてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日のテーマは、注意のメカニズムと情報設計のデザインについてお話しします。私の隣に座っている方がもちろんです。で、隣が、ルイラボの CTO の佐藤宗彦さんです。佐藤です。よろしくお願いします。はい、その隣が、ミューラボのクリエイティブディレクターの、広部信也さんです。広部です。よろしくお願いします。で、一番初めにいらっしゃるのが、ミューラボ、CEO の、和興さんです。大木です。よろしくお願いします。なんかすごいみんな硬い、硬い。硬さがすごい、始まったとったん。感じですね。半ズボンのおじさんが、みんな緊張してるみたいな。はい。上に知ってる名前の方が出てるんで。あ、そうですか。じゃあちょっと安心できます、ね。元気です。元気です。はい、まず、木野さんのプロフィールをさっとご紹介させていただきます。神戸大学経営学部卒業後に、医療機器メーカーに7年間勤務し、経営企画管理業務に従事、海外駐在員時代に10日間のヴィパッサナー瞑想リトリートに参加されて、瞑想が心身を健康にすることを体験的に理解して、働いている場合ではないと会社、京都大学教育学部に編入学して、学士修士博士を経て、現在に至ります。現在は、瞑想の実践者かつ研究者として、瞑想実践を通じて出てきた問いをもとに、認知心理学的手法や MRI などの実験装置を用いて瞑想の論文研究を進めていらっしゃいます。特に知恵を育むマインドフルネス瞑想と慈悲を育むコンパッション瞑想のメカニズムの、解明に取り組んでいらっしゃっていて、人々の心身の健康のためにそれらを社会に導入する活動に取り組んでいらっしゃいます。はい、では、ミラボについて少し CEO の大木さんからお話しいただけますか。はい、ミラボなんですが、京都の恵比寿川通りという家具の通りにある、まあ、IoT 家具をもともと作ることから始めたスタートアップなんですが、まあ、それを、まあ、ファーストプロダクトにしまして、今はその、まあ、考え方を、まあ、カームテクノロジーの考え方に、まあ、かなり近しいところを、我々見てますので、まあ、日本的な、まあ、カームテクノロジーのあり方を、まあ、世界に、まあ、提唱していく、まあ、スタートアップ企業として活動をしております。はい、ありがとうございます。ここにあるのがこれ、ムイですね。ムイボードです。これをデザインされた広瀬さんから、ちょっとお説明お願いします。皆さん見えますか？ちょっとアップとかしにくいんで、このまま紹介したいと思いますが、インターネットにつながる木製家具というような言い方をしてます。中には表示装置であるディスプレイと CPU が入っているので、コンピューターなんですね。でも見た目が本物の木を使ってまして、で家具のものづくりで作ってるので、まあ、テクノロジーコンピューターの中身を持ちながら、外は家具の見た目となってます。でタッチセンサーが入ってまして、ちょっとあちょっと今日は表示設定になってるんでタッチが効かないんですけど、タッチセンサーでスマホとか同じようにタブレットとかと同じように操作ができます。でコンピューターですので、アプリケーションをいろいろ入れれるので、まあ何でもできるといえばできるんですが、やっぱり僕たちとしてはスマートフォンとかタブレットとは違う使い方ができないかなと思ってまして、家の中での、まあ、家族、そうですね、最初は、まあ、家族に向けてものを作りたかったので、家族のコミュニケーションであるとか家族、家のコントロールとかができるようなものです。
こんな感じで。またあのね、あのご質問は後ほど設けますので、ここでご説明できます。あと、このトークショー今回と、あと来週の土曜日と、再来週の土曜日12日と19日シリーズで展開するんですけど、3回目の、また藤野さんとのセッションの時に V ラボについてもう少し詳しくお話しさせていただきます。はい、でこちらにあるのが、7月に、BNN 新社さんから出たパンテクノロジーの本ですね。こちら、ムイラボが監修をしていますね。これについて佐藤さん、ちょっとご説明をお願いします。はい、そうですね、この本はあの、カームテクノロジーという、90年頃にあの、アメリカのマーク・ワイザーという研究者が提唱した概念がありまして、まあ、私たちはこれ穏やかなテクノロジーというふうに訳したんですけれども、どんどんあのデバイスが増えていった、あの電子機器が増えていった時代において、技術の在り方というものを、説いた、論があります。でそれをあの拡張するような形で著者のアンバーケースが、2015年ぐらいにあの書いた本を元にしています。今回あの、日本語訳にするのに合わせまして、私たちのムイラボの方でも一章寄稿させていただいていますので、あの、そちらはあの、日本らしいテクノロジーの在り方という文脈からあの書いています。はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、この背景、この会場ですね、恵比寿川サローネといって、今京都のムイラボのオフィスの隣のビルを使って、展示会みたいな、新たなこういったコロナ禍でソーシャルディスタンスがこう必要な時代における、サードプレイス的な、大木さんが言うには公園的な場所ですねを、10月17日まで、設けてます。ご自由に使っていただいて、こういった無意の機を体験してもらったりとか、家具とか、照明だったりアート作品とか、いろいろな企業さんにご協力いただいて、展示していますので、空間を感じてもらったり、友達と来ていただいたりして使い倒していただきたいなと思っているので、京都の恵比寿側にありますので、ちょっとお忍さんには、もしくは京都大臣の方はぜひ使ってください。はい、ということで、トークの方に入っていきたいんですけど、藤野さんから、そのカームテクノロジーを理解するにあたって、その前提として人間のその認知機能についてちょっとご説明をしていただきたいなと思っているんですけど、大丈夫でしょうか。はい、はい、お願いします。じゃあ、簡単に何か注意の話とかをさせてもらいます。もともとカームテクノロジーっていう言葉を僕初めて知ったのはこの本がきっかけで、ムイの皆さんに紹介していただいて、本を送っていただいて、あ、こういういい言葉があるんだと思って、それからあの興味を持ったんですけども、最初このカームテクノロジーっていう言葉を見た時に僕完全に勘違いをしてまして、僕たちが何かウェルビーイングを僕たちのウェルビーイングが高まるためのテクノロジーっていうのが、なんかカームテクノロジーなんじゃないのかなっていうふうに最初思ったんですね。で、実はそれはもう言葉があって、ポジティブコンピューティングっていう言葉があるんです。で、ひょっとしたら今日ここに参加されてる半分以上ぐらいの皆さんも、僕が勘違いしたような、その自分のウェルビーイングを高めるために積極的に使うようなデバイスっていうようなイメージで、カームテクノロジーっていうのを捉えてる人らたちもいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はそうではなくて、カームなテクノロジーなんですね。穏やかなテクノロジーっていう、テクノロジーの側の実は話なんですね。で、そのカームテクノロジーがどういうものかっていうのはですね、この後少しムイの皆さんからご紹介があったり、それから来週アンバーケースさんが実際に話をしてくれると思うので、今日はそこはあんまりお話はしないんですけれども、なんでこういう今カームテクノロジーっていうようなアイデアが、再度注目されてきているのかっていうことを、特に人間の認知機能の観点からご紹介したいなというふうに考えています。で、そもそもなんで今こういうカームテクノロジーっていう言葉が流行ってきているかっていうとですね、やはりその圧倒的なデバイスが僕たちの周りに出てきているってことが挙げられるんだと思うんです
ね、大量のデバイスが出てきて、しかもそれに接する時間も非常に多くなってきていると。でその中には非常に質の高い情報もどんどん含まれるようになってきて、デバイスの側は全く問題がないわけです。どんどん人間側に良質なあの大量の情報を送れる準備が整っていってるんですけど、どこに問題があるかっていうと、人間の受け手側に問題があってですね、もう圧倒的にそのキャパシティが足りないんですね。でなのでその穏やかなテクノロジーを作ろうっていう話になってきてるんだと思うんです。でその人間の方のキャパシティが何かっていうと、一言で言うと注意っていうものになるんですね。でこの注意について今日は15分か20分ぐらい簡単にご紹介できたらなっていうふうに思ってます。で最初にそうですね、例えばハーバード・サイモン、ハーバード・サイモンっていうノーベル経済学賞を取った人がいるんですけれども、彼が1980年代ぐらいに言った言葉がありまして、まあ、経済学だと物が消費するのは貨幣だっていうふうに考えられてるんですね。でじゃあ情報が消費するのは何だろうかっていうと、彼は注意だっていうふうに80年代ぐらいに、ということはこれからどん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 情報が増えていく社会になると、我々にとって一番重要になるもの、資産というのは注意だろうというふうに言っています。で実際にそういう時代になっていると思うんですけれども、でこの注意というのは認知機能の一つなんですね。で認知機能っていろいろあります。注意もあるし、記憶もあるし、学習もあるし、あと意思決定とか判断っていうもの、人間の認知機能っていうのは様々なものがあるんですけど、注意っていうのはこの中の並列の一つじゃなくて、全てを支えるぐらいのものすごいベースとなるものなんですね。体力でいうとこの、体でいうとこの基礎体力に近いものだっていうふうに考えてもらったらいい。なので心理学の父 のウィリアム・ジェームスも一番大事な教育っていうのは注意能力を高めることだっていうふうに言ってるんですね。でなんでかっていうとですね、何かを記憶するときにもちゃんとそこに注意を向けないといけないわけですし、もう置いてても大丈夫だよね。結構入んない可能性があって、マイクなんで多分これで皆さん声聞こえてますか、ね、ここで大丈夫ですかね、うん、これで聞こえてれば多分なんかチャットに合図いただけると嬉しいです。大丈夫、喋んないと分かんないですよね。はい、とりあえずお茶飲んでるから。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったよかった。はい、ここに向けてここに向けながら、すいません、はい、で、そうですね、注意っていうものが、まあ、基本とても大事なものだっていうことが言われているんですけれども、注意って何かっていうとですね、そうです、さっき言ってたのは注意はいろんな機能の基本になるっていうもので、どんなものも基本的に注意がちゃんとそこに向いていないと進んでいかないんですね。記憶もちゃんとそこに注意を向けることで覚えやすくなるし、学習も何か肝そぞろで勉強しても覚えられないわけで、あるいは何かを判断するときにもちゃんと注意を向けて情報を集めないと判断ができない。それはまあ外の情報だけじゃなくて頭の中の情報もですけれども、そういう意味ではあらゆる認知機能のベースとなる機能が注意になっているわけです。そういう意味でも注意っていうのはめちゃめちゃ重要な機能なんですね。でこれにはどういう働きがあるかっていうとですね、端的に言うと意識化するっていう働きがあります。何かを自分の中に意識に上らせてるっていうものが注意の働きなんですね。でその働きには、2つのルートがあるんですね。トップダウンの注意っていうものとボトムアップっていうのの注意があります。でトップダウンっていうのは意図的に注意を向けるっていうことをやります。何かあの辺で誰かが喋ってる時に、最初は何も聞こえないんだけど、何喋ってるのかなと思って注意を向けると、そこで話されてる内容がちゃんと頭に入ってくるっていうようなこともありますし、あとはそのよくやってもらうやつは手を出してもらって、ちょっと手のひら出してもらっていいですか。でその手のひらに注意を向けてもらいたいんですね。でそうすると何かここに感覚が出てくるのを感じないんですかね。これってさっきまでもあったんですよ。ずっと風も当たってるし、汗もにじみ出てるし、何かざわざわするような感覚もあるんだけど、あまりにも情報が繊細な情報なので気づいてなかっただけなんですね。でそこに注意を向ければちゃんとそこに何かがあるってことが意識化されるっていう、これが注意の機能なんです。でもう一つ注意があって、それがボトムアップの注意っていうふうに言われているもので、これは注意を向けなくてポップアップ的に
上がってきて僕らの注意を捕まえるっていうものなんですね。今あそこでカチッって音が鳴ったのにパッとこう注意がいったりして意識化されるとかっていうのはありがとうございますまさにボトムアップの注意 でこのボトムアップの注意の代表的なものがカクテルパーティー効果とかって言われているものだったりします。あのパーティー会場でざわざわしているときは何にも耳に入ってこないんだけど、そこに自分の名前が語られたりすると一気に注意が向かったりとか、あと瞑想の話とかをしている人がいたら一気にそこに注意が行ったりするっていうふうになってて、このボトムアップの注意っていうのはあの自分の生命に関わるような情報とか自分の価値観にとって重要なものはポップアップするように出来上がってるんですね。なので熱いものとか触ると途端に注意に意識にそれが上ってきたりするっていうのは命に関わるから上がってくることだし、自分の名前とか瞑想とかっていう自分にとって大切なものの場合にもそれがポップアップしてくるようにできてるんです。結構もう生きてきた中でボトムアップ注意っていうのがアレンジされてきてるようなイメージなんで、今日の本題とはちょっとそれるんですけれども、その瞑想の観点とかで僕物事にありのままに気づくとかっていうのはどういう意味なのかとかっていうのを調べたりしてるんですけれども、実はその前者の意図的に注意を向けて、あ、ここに痛みがあるなって気づいてそれをありのままに見守るっていうことはまあなんとかできるようになるかもしれないんですけども、もっと難しいのはあのそもそも僕らは選別してるんです。ポップアップしてきてる情報が無意識レベルでいろんな情報がある中で特定のものしか意識に上らないようになっていて、本当はありのままに気づくっていうのはその上らない部分にもちゃんと気づかないといけないんだけど、それができてるかどうかっていうのは判断できないんですよ。そもそも気づいてないから。だからありのままに気づくっていうのはめちゃめちゃ難しいんですけれども、でもひょっとしたらこのカームテクノロジーって、まあ、今日の後かアンバーケースさんが話してくれるかもしれないんですけれども、そのレベルの、ちょっと整理をすると、意図的な注意を向けて気づくものとポップアップで気づくものがあるんですけれども、そのポップアップでも気づかないものっていうのがあるんですね。刺激としては注意を向けて気づく刺激とポップアップで上がってくる刺激とポップアップで上がってこないような刺激みたいなのがあって、でこの2つが僕らに影響を与えているのはもちろんなんですけれども、何にも意識に上ってこない刺激も実は僕らにめちゃめちゃ大きな影響を与えているっていうふうに考えられているんですけれども、カームテクノロジーっていうのは日常生活に自然にこう入っていくっていうことを考えたときに、おそらくこの辺を狙っていくっていうのが一つの目標なんじゃないのかなっていうふうに思っています。でこういうのが、まあ、あの注意の話になってくるんですけれども、で実はもう一つ大事なポイントがあって、僕たちはその意図的に注意を向けられるっていうのは基本的に一つなんですね。なのであの昔マルチタスクの話とかがありましたけれども、マルチタスクって同時にやってるつもりなんだけど、実はよくよく見ると注意を切り替えて一つのタスク途中までやったらマイクロで注意を切り替えて、またそれをやってまた注意切り替えて、これをずっと繰り返して同時並行にやってるように見えるだけで、実はあのシングルコアのパソコンみたいに一つのことしかできないって、そういうイメージになってるんですね。で注意を切り替えれば切り替えるほど僕たちはその注意を切り替えるたびにエネルギーを消費するので、実は疲労もたまりやすいとかっていうのが分かっているんですけれども、基本的には一つのことしかできなくなっている。でこういう話をすると、じゃあ指揮者はどうなんだよとかっていう話も出てくるんですね。あの音を聞きながら頭で構成を立てて、でみんなに指示を出してっていうことを同時にやっていけているんですけれども、あれはもう意識レベルでやってるんじゃなくて、かなり無意識レベルに落とし込んでやってるんですね。こういう音が入ってきたらもう自然にこうやるよねっていうことが体に染みついているからできるし、それは指揮者だけじゃなくて子育てをしながら料理を作ってるっていうのことを同時並行で全部やっていくお母さんとかも、それはもう意識レベルでここでこうやって手を動かしてなんか人参を切ってとかってやるんじゃなくて、もう自然にできるからできるようになってるものなんですね。なんかこのジャンルっていうのは結構面白い研究がいろいろあってですね、例えば、サッカー選手にプロのサッカー選手にドリブルをしてもらうんですけど、自分がどうやって右足出して左足出してるかを考えながらドリブルしてくださいって頼むとみんな失敗するんですよ。
でゴルフ のプロにも自分がどうやってそのパターンを決めるかみたいなのをちゃんと体の動きを観察しながらやってくださいっていうと成功率が下がったりするんですね。もう自分の意識じゃないところで無意識レベルで自然にできているようなことっていうのはナチュラルに動いていくんですけども、それをもう一回意識化するとうまくできなくなるなんていうことが。で、まあ、こういうようなちょっと話がいろいろそれましたけれども、元に戻すとトップダウンの注意とボトムアップの注意があって、しかも、意識的に注意を向けるのは1箇所しかできないというのは基本的なわけです。でそれを踏まえて今この社会を見渡していくとどういうことが起こっているかっていうと、大量のデバイスが出回っていて、でそのいろんなデバイス1人で3台とか4台とか5台持ってるわけですね。でそのいろんなデバイスがいろんな情報を僕らにこうポップアップしてくる、情報を送ってくるわけですね。でそうするとそれらがボトムアップ的に僕らの注意をどんどん引きつけてしまうわけです。でそこに意図的に注意を向けちゃうと僕らがさっきまでやってたことは止まってしまうわけです。意図的な注意が全部そのいろんなものに振り分けられていくとですね、結局自分が今一番やらないといけない仕事とか例えば子育てとか勉強がほとんど身が入らなくなるっていうことが、まあ心理学的にも言われてるし、皆さん その生きてる実感としてもそれが起きてるんじゃないのかなっていうことを思うんですね。で実際にいくつかの研究を見ていくとですね、アメリカの研究でデバイスを何台持ってるか、でそれを1日どんだけ使っているかっていうようなことと、その人の生産性みたいなものを調べるとですね、まあ、持ってれば持ってるほど、使ってれば使ってるほど当然だけど生産性とか集中力っていうものが低下していってるっていうようなことが示されています。であとは幸福感とかもそうで、サイエンスの2011年ぐらいの、まあ、古い論文なんですけれども結構センセーショナル論文で、アメリカの3000人の人たちを対象に大規模な調査をしたんですけれども、そうすると1日のうち起きている間の大体半分以上は僕らはそのことに集中していないっていうことが分かってるんですね。まあ 100% 集中するのはとてもじゃないけど無理だと思うんですけど、まあ 50% ぐらいやるべきことをちゃんとやらずに妄想とかマインドワンダリングしてるっていうのが分かって、あるいは上の空でやっちゃってることが分かって、でしかもちゃんと仕事しないといけない時とか何かしないといけないところにそれにちゃんと注意を向けている場合と、ぼーっとしている場合ではこっちの方が幸福感が高いっていうようなことも分かってきてるんです。でそういう中でじゃあどうすれば今起こっていること、あるいは自分がやるべきことにちゃんと注意が向けられるのかっていうのがポイントになってくるんですけれども、でそういうのが僕がやってるマインドフルネスの研究とかに関わってくるところなんです。でもなかなかそんなの一朝一夕じゃできなくてですね、逆にじゃあそれができないんだったらテクノロジーの側でどういうことができるんだろうかっていうようなことが考えられているのはこのカームテクノロジーなんだなっていうふうに考えている。はい、まあちょっとざっとなんですけど、うん、はい、いやとっても面白いですね。これをでも踏まえてカームテクノロジーをデザインしていくっていうのもなんかものすごい可能性に満ちていそうですけど、まあ現在のその、まあ、2015年にアンバーがね書籍化して、で、ムイラボがこう、まあ、日本にいる、まあ、京都にいるムイラボがいろいろなエッセンスを取り込んでカームテクノロジー&デザインって言ってますけど、なんかそこの、その、まあ、ムイラボが考えるテクノロジーについてちょっとお話をしてもらえますか、梅さん。そうですね、まあ、うちは、まあまあ、カームデザインを標榜するっていうふうな言い方をしているんですけれども、うん、まあ、まさにこのイビキタスコンピューティングあるいは IoT っていうものが現実になった、時代において、どうやってこうみんな、まあ、人々の生活を、まあ、豊かに、かつ、まあ、人々がまあ生活に集中できるかっていうことを考えて、プロダクトであったり、サービスってものを形作ろうと、しています。で、まあ、私自身はもともとコンピューターの研究者で、まあ、ヒューマンコンピューターインタラクションっていう人と情報の あり方関係性ってものを研究する研究者だったんですけれども、結構、まあ、人はそのあそうですね、コンピューター
ヒューマンコンピュータインタラクションの世界では、まあ、ユーザーと情報のあり方っていうのを考えるんですけれども、まあ、ユーザーである前に人っていうのはこう生活者であるっていうふうに私は結構思っていまして、どうしてもコンピュータープログラムを作ったり、まあ、IoT デバイスを作るときっていうのはどうやってユーザーに便利にしてあげようかみたいなことを考えるんですけれども、まあ、そもそもその人っていうのはそのソフトウェアだったり機器ってものを使うために来てるわけではないので、生活をしてるわけなので、まあ、そこをいかに考えてあげることが大事かなっていうふうに考えて、この、一つがこの製品っていうのを作っています。で、そうですね、あと、まあ、一つちょっとエピソード的なところで言いますと、まあ、こうやって情報を表示したりとか、まあ、天気予報だったりとか家族とのメッセージのやり取りだったりってことは、この機能、この機械を使ってできるんですけれども、私たちはこの表示が消えてる時がオンの状態であるっていうふうに言っているんですね。まあ、それはその、これを、まあ、買ってくださった方が自分の生活をしている、まあ、家族との生活をしている、そのためにこの、プロダクトっていうのは存在しています。なのでそれを実現するために最低限必要な情報を必要な時に、まあ、取り出したり送ったりすることができるっていうふうに考えています。なんか補足とかありますか？無意の話で何かカームテクノロジーの話をするんだったら、ぜひ広部さんがなんでこの無意を作りたくなったかっていうあたりから、あと無意ってどんな風に使えるのかとかっていうのを話してくれると、皆さんの中でカームテクノロジーってどういうものかっていうのは分かる。そうですね。カームテクノロジーに出会ったのって2018年前ぐらいで、でもう無意は4年ぐらい前からあって、カームテクノロジーに出会う前から、家の中だけじゃなくて、さっきの注意の話にも関わるかと思うんですけど、やっぱり僕個人の話の方が分かりやすいかな、すごい道に迷うんですね、特に東京の路線、Google マップを見ててもなんかついついなんかこっちちゃうかなって僕ね、なんか導かれるように行って迷う。でも僕が悪いんですけど、でも標識とかはしっかり見てるはずなんですけど、すごい迷う。で東京駅とかもう多すぎて、でもう多すぎるのは分かってるんですけど、その状態がすごくストレスというか、なんかずっと、まあ、知らない土地だとそうなのかもしれないですし、知ってる京都ですら迷ったり、出口出たいところにしっかり地図を見て7番に出ようと思って出たのに、全然どこか見たこともない丸太町にいるみたいな。で覚えていくんで、僕は迷うこと自体はポジティブに受け取ってるんですけど、でもどうしてすごい皆さん考えて、僕もデザイナーなので考えて作られてるものをデザイナーがちゃんと見て、多分これはこっちだって確実に間違うんですよ。それってなぜかなっていうところもあって、それが家の中においてもいろんなものがありすぎるせいで、今どれからしようかなっていちいち考えてしまうんですよね。なので、まあ、それをできるだけ減るといいな。でそれを僕は当時始めたての時はノイズって言ってたんですよね。周りにノイズが多くて、でそれを、まあ、取っていってデバイスに入れていく、結構コンピューターの考え方もそれ、デスクトップに全て入れていくっていうのと、まあ、そんなに大差ないのを現実空間でやったらどうなるかなっていうのが無意の最初の思いつきみたいなところがありまして、なのでそれとインテリアデザインのなんか片付いていったらいいんじゃないかな。スイッチが、すごく変なところにあって、そのインテリアが大好きな人はスイッチをどっか何度も奥に隠してまでスイッチを隠したい、ですごい遠くまで行ってスイッチを押すので不便ではあるけども、空間の綺麗さを前提とする方がいいっていう考え方もあったので、でも、まあ、家の家庭の中での動線で心地よい普通の動きの中でスイッチをどううまく
まあ、コンピューターの中に入れるか、でそれがモバイルとかパーソナルコンピューターじゃなくて家そのものをコンピューターと考えた時に家とのインターフェースみたいなのができないかな。で、まあ、それが集まっていく、かつ、そうですね、そんなにたくさんのことを認識できないと思ってるので、あの、できるだけやりたいことについては絞られた選択肢がいいんじゃないかなと思って、どん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 一、なんかできる一つやりたいことは何なのかなというところまで絞っていって、まあ後で少し余裕を持たせるようなデザインの仕方をしているので、あの、まあ、言う人はミニマルが好きなんですねとかって言っていただくんですが、ミニマルを目指しているっていうよりかは、なんか僕が迷うんで、選択肢をできるだけ最初は狭めてやりたいことに集中するみたいなデザインの方法を取ってるのが、あの、このムイというプロダクトの一番ベースにあると思います。それはさっき注意も、そうですね、なんか手のひらにね、注意を向けるっていう方に向けるためにポップアップは考えないみたいな、まあ、そんな感じの話なのかなという気はしましたけどね。もしくはポップアップを、まあ、道に迷うっていうので、ポップアップにそもそもなんかこう注意を向けられないというか、向けたことで得られない何かっていうことのためにデザインとしては注意を向けるっていう方に向かうというか、その、この間あのお話してる時に、あ、分かりやすい例えだなって思ったのが、ペンダントライトの例で、あのペンダントライトって僕あんまり家すっげえ高光と明るい電気とかつけてるんですけれども、でそうじゃなくてペンダントライトっていうのはすごい素晴らしいんだよってことを教えてくれた人がいたんですけれども、まあでも、よく分かんないなって思ってたんですけど、でもこの間話を聞いてすごいすっきりして、あれはやっぱり食卓とかでテーブルの上にスポットをこう当てて、みんなでそこにこう注意を向けるっていう意味ではすごいよくできた機能なんだなっていうのが分かったんですけど、このムイっていうのもそういうものに近いものだなっていうのを、あの、言われてたと思うんですね。そのいろんな、例えば Facebook とか情報が入ってくるんじゃなくて、あくまでも家族とのやり取りだけがここの中で機能としてはあって、親から子ども向けのメッセージが書かれたりとか、その日の天気のことだけが書かれる、日常生活を送っていく上で必要最低限のものだけがここに備わっている、でそれをまあ家の中心に添えることで、ペンダントライトじゃないけれども、ここっていうのは情報社会の中で、あの、ある特定の日常生活を家族で営むためのスペースなんだよっていうような、何かこう意思表示をしているような、あの、デバイスだなっていう風なのを感じていて、そういう意味では、あの、いろんなところにこうポップアップの情報が出てくるのを防いで、でそこに生活にこうフォーカスするっていうようなデバイスなんだろうなっていう風に思って、テレビなんですよね、すごく家の中心、まあ、私の家庭なんですが、でも朝テレビをつけてる理由っていうのが、この端っこの天気予報を見るためだったり、その横の時間を見るためだったり、でもそこに映ってる、あの、いろんな方の喋ってるのとかに僕とか子供たちはすごく引きつけられてしまって、ご飯も食べるのも遅くなったりする。でも知りたい情報っていうのは天気予報であったり時間なので、それだけに特化するものがあればいいなっていうのが思いましたね。あと、なんか、まあ、パーソナルコンピューターっていう PC みたいな、なんかどんどんパーソナルになってて、でスマートフォンでしか確認ができないっていうより、パブリックで、まあ、反パブリックで家の中のみんなで見れる情報が、今は、まあ、テレビがすごく大きな、どんどんおうちの奥さんも画面大きいのがいいとかって言うんですが、もうすごく強い注意を取られるので、僕はもうできるだけテレビをもうじっと見てしまうので大好きなんで、あの、見ない、まあ、見るときはしっかり見る、それなんか用事しないとか、なんか子供の、ね、子供がどうしてるとかって見ないといけないのもテレビによって、あの、注意を取られたりするので、でも、まあ、
天気が今日雨やでとか、朝持って行きやとか、どうすんの、靴どうすんの、昨日びちゃびちゃやったんかみたいな、がやっぱ天気ですらなんか大事な話をパッとできるんで、ここで政治のなんか評論家が言ってるのも大事かもしれないですけど、天気だけでいいんじゃないかな。で、天気をデバイスとしてなんか、まあ、今日一日の家族の会話のスタートとして天気見たとか、なんかその子供が触って今日降水確率何パーやとかって言ってるのもなんか会話にもなりますし、ですね、あくまで家族が中心ってことですよね、うん、その情報が中心っていうよりは、まあ、それはなんか促すための何かであって、まあ、家族が、まあ、あるっていうことを作るというか、うん、そうですね。大木さんのなんか家族のエピソードみたいな、なんかルイとの生活ってどんな感じですか？私ですか？私はそうですね、なんだろう、まあ、今子供が1歳ぐらいなんで、6時から7時ぐらいにご飯を食べてる時間で、まあ、決まってて、今は食卓というか、キッチンのキッチンダイニングみたいなところに置いてるんですけど、まあ、そのぐらいの時間に、まあ、たまに気づくとなんかこうご飯食べてるみたいなメッセージを、まあ、送ったりとかですかね。まあ、私はその時間に帰れなかったりするので、まあ、なんかその遠隔からそこにこう、まあ、参加するみたいなことは今やってるかな。でも以前は、まあ、子供いない時は共働きで結構過ごす時間が限られてたので、まあ、そこを、まあ、1日3時間ぐらいしかなんかね一緒にいないとかっていうのが、まあ、マックスでも、まあ、また寝てる時間なんで、まあ、その起きてる時間の3時間をなんか邪魔されないようにするというか、まあその、まあ、天気、キラーコンテンツが、まあ、当時天気しかなかったっていうのもあるんですけど、まあ天気予報を見てる姿が分かるとか、まあ、そういうそのモーメント自体がなんかこう、まあ、機能なんですけど、どちらかというとその機能から、まあ、その我々たたずまいっていうんですけど、まあ、その姿とか振る舞いとか、あとそれシェアしてるとかですね、シェアされてること、まあ、それがその、まあ、ベッドルームみたいなところでモーメントになってるっていうのはすごい、なんかき、まあ、なんか自分としてはすごい好きでしたね。うん、このなんか今の話を聞いていて、注意とはそれていくかもしれないんですけども、その例えば大木さんが会社で仕事してて、ご飯時に家族にメッセージを送る時に、うん、もし無理がなかったらって想像しながら聞いてたんですけど、はいはいはい、そうすると、例えばお母さんの iPhone 向けにメッセージが飛んで、うんうんうん、でお母さんがみんなと喋ってる時にそれを中断して iPhone を見て、で、まあ、それをみんなに伝えるっていう方法か、うんうん、あるいは家族が全員 iPhone を家族全員送ったら家族全員が別々に iPhone を見て LINE グループとっていう可能性もあるんだけど、これが何か食卓の横のこの辺についてて、うん、お父さんからメッセージが来たら、なんとなくみんなが同じところを見て、でしかもその目線の先にあるのは木の曇りがあってっていうのは、うん、生きていく上でのマインドセットを決めるっていう観点からすると、すごくいいものだなっていうふうに思いますね。その辺は3回目とかにもうちょっと深く話していきたいなとかって思ってるんですけど、うん、そうですね。でさっきの話を聞いてて、テレビを、見てるときは見たらいいし、あるいはそのテレビを見てないときにそこに注意がそれると嫌だっていうような話されてたと思うんですけど、このカームテクノロジーの本の中にも、大体欧米の人が書いてるからですかね、僕たちは目的を持って生きていて、でその目的を達成するのが大事 でその目的を達成するのに邪魔になるようなテクノロジーはあんまり良くないよね、だから必要な情報は提供するんだけど邪魔のないような範囲でっていうようなことがカームテクノロジーの一つの要素になっていると思うんですね。それの分かりやすい例が車の運転っていうのが出ていて、車の運転をするときってのは安全に目的地まで行くっていう明確な目的があって、でその目的を達成するために一番大事なのはその窓の向こうの情報をちゃんと処理していくことなんだけど、それだけでは足りなくて、
あのそれで車っていうのはいろんな周辺情報で今どれぐらいのスピードかとかですね、どれぐらいの、なんだろう、エンジン回転数かとかで 足からこう情報が入ってきたり、いろんなこう周辺情報を提供することで、僕らがメインの目的から注意がそれない範囲で適切に情報提供しているみたいなことを書いていて、ああそれがまあカームテクノロジーの一つ の形なんだなっていうのは思ったんですけれども、その目的が人によって違いますよね。あの車の運転だったらみんな一緒なんだけど、うん、家の中で生活するときにテレビを見ることが目的の人もいるし、家族とコミュニケーションを取ることが目的の人もいるし、あの結構目的が違うから、その目的にどうやってテクノロジーがこう沿っていくことができるんだろうっていう、うん、これって今のところ家族仕様になってるわけですよね。でもこれでは全然カームに生活できないような人、まあ、これでカームに生活できないことはないんだけど、これでは生活の目的に合致しないっていう人たちもいると思うので、その辺ってどういうふうに、なんていうかね、今後変わっていくんでしょうね、カームテクノロジーっていうのは。みんなが、みんなに応じた、それぞれのテクノロジーができていくのか、それとも全員に共通したような、穏やかなデザインを、ユニバーサルなデザインを作っていくっていう方に行くのか、その辺ってどういうふうに考えられてるんですかね。もう結構やっぱ時間ってみんな一緒で限られてて、うん、何をするかっていう時に、やはり多くの情報を持ってるスマートフォンとかだと、本来すべきこと以外のことを引き付けられて、例えばまあなんか着信があって見に行ったはずなのに、同時に自分もなんか歩き始め、他の用事もあって歩き始めて、あのパスワードのロックを開けて見た時に、 LINE を見ようと思ったのになんか SNS を見始めて、で SNS を見てたらそこからなんかリンクで飛ばされて、で最後は YouTube をなんか見て、でこう見てて1時間も経ってしまってるので、よりなんか、ああ今日は本読みたかったとか、これしたかったとか、あの自分がしたかったことが、それまたそれをやろうとすると睡眠を削ることになって健康にも良くないので、なんかやりたかったことをやるために、まあ情報を一回遮断するじゃないんですけど、あの一人、まあ、家族のためではあるんですけど、一人個人時間のことを考えたとしても、まあ、情報を一回ストップして、あの休息の状態に入って、まあ、自分が一番リラックスできる時間を作るために、まあ、コンピューターをオフラインにするであるとか、ただ全くオフラインにするよりいい、少し外とのつながりがあった方がいいのではというのを、選択的に選べるのがいいんじゃないかなと、うん、まあ、例えば LINE だけは見れるとか、うん、Facebook の自分の好きな投稿だけは通知だけ、それもあの車の周辺情報じゃないですけど、うん、いきなり文字がブワーって出るっていうよりかは、何か気づく、あの着信の小さな気づきみたいな、シグナルみたいなヒントを与えて、まあ、この周辺の視野でそれが分かって、でもあの集中すべきことに、あの途切れささずに映画を見るのか読書をするのかっていう時間の使い方の方が、なんかあの有効的じゃない、あの効率的じゃないかなという考えはありますね、うんうん、あの本当になんかメールを見るつもりだったのに気づいたら1時間ネットサーフィンしてることの恐怖ってありますよね、まあ、それはもうそうで、みんな何とかしてあの手この手で注意を引こうとしているのが目的、注意を引くことが目的になってるじゃないですか。最近の広告会社とかって、うん、あのいろんなこう認知神経科学者のヘッドハンティングとかしてるんですね。なんでかっていうと、広告会社の中に MRI があったり、はい、共同研究先があって、はい、で何を見せたら一番僕らのドーパミンが出てるか、まあ、扁桃体が活動、線状体が活動してるかとか、そういうのが分かるようになってきてるんです。的確にどこに何を置いて、どんな色でどんな形でその見せるのが
興味を引くかとかっていうのはどんどんやられていってるので、まあそりゃそうなっていくだろうなとは、まあみんながみんなその MRI 使ってるわけじゃないですけれども、そうやってなんとかして注意を引きつけるようにできてるので、それは一旦 iPhone 立ち上げたらどんどんハマっていくっていうのはよくわかる気がするんですね。で、確かにそのさっき僕が聞いたのは、じゃあ個人個人で目標も違う、目的も違うし、じゃあテクノロジーってそれに全部アレンジしていくのかというと、きっと今の話を聞いてたらそうじゃなくて、自分でアレンジできるような余地を残してあげるっていうようなことが一つの方向性なのかなって聞いてて思ったんですね。朝の9時から夜の5時まではフルアクセスができるような設定にしておいて、でも5時以降は少なくとも仕事の情報はもう一切入ってこないっていうような設定をするとか、で夜の12時以降は緊急の情報以外は入ってこないようにするみたいに、こううまく自分が持っているデバイスを設定できるようになって、目的に沿った形で情報が必要最低限入ってくるっていうふうにすれば、より日常生活を丁寧に送ったり、自分がやるべきことに注意を向けたりっていうのはできるのかなっていうふうには思いましたね。で、僕はそういうことがまだデバイスでできないので、結局もうその iPhone を使うのをやめて、ガラケーとその iPad っていうんですかね、 Wi-Fi しか通らない、つながらないようなものを使って、で少なくとも外にいる間に情報に触れる必要はないと思って、電車の中で、でも持ってたらやっぱり見ちゃうんで、そういうふうにすることで今対応してるんですけれども、ひょっとしたらいろんなデバイスがそうやって自分で色分けをして、今どの時間帯、どういう曜日、どのシチュエーションではこれはいらないみたいな設定をすることができるようになれば、もうちょっとペンダントライトじゃないですけれども、自分が今やらないといけないことにちゃんと注意を向けていけるのかなっていう、さっき自転車に乗ってる人がいまして、その人何してるかって、スマホでなんかテキスト打ってるみたいな、でも自転車に乗って本来やることってどこかに行くみたいな、その、まあ、お母さんかなんかですけど、まあ、子供は幸い乗ってなかったんですけど、まあ、チャイルドシートとかもちゃんとついてて、でなんか買い物袋かなんかはあったんですけど、まあ、なんか危ない、なんかそこまでこうね、乗りな、こぎながらこう自分の、ね、こう命をさらけ出してやる情報の取得っていうのが本当にスマートフォンから、出てるのかっていう、そのなんか、まあ、優先順位付けというか、やっぱなんかすごくこう、まあ、結構自転車乗りながらね、僕もナビとかはつけて固定してみたりはするんですけど、やっぱ結構そのなんかどぎついこう表現がされてるシーンってやっぱりすごいいっぱいあるので、まあ、あれをなんかどう、まあ、一つはそういう結構エクストリームな、それは車の事例とすごい似てるのかなと思うんですけど、あともう一つは多分そのもう少しこうさ、まあ、些細な感じにはなるんですけど、家の中での、まあ、優先順位みたいなこととか、結構そのなんかフェーズによってやっぱり違うんですが、なんかカームテクノロジーとしてはどっちからこう適切にしていこうかっていうのはすごく議論の余地はあるのかなみたいなふうに思いますね。結構テクノロジーのデザインっていうよりは、結構私たち考えてるのは生活のデザインだったりしてかなと思っていて、まあ、今の現代の人々の生活にはもう情報技術っていうのはもう欠かせない、使わざるを得ない、まあ、便利なものでもあるんですけれども、まあ、その中において、まあ、より良い生活を送るためには、情報との関わり方っていうものを作ってあげないといけない。で、まあ、良いデジタル製品を作るためとは多分ちょっと違うかなと思っていて、そういう意味ではちょっと僕はなんか建築家みたいなのにちょっと近いのかもしれないなと思っていて、まあ、建築家はまあ、建築、雨風から、人を守って安全に、な空間を作り、まあ、経済的にするっていう最初の目標から、より良い人が時を過ごすことができる場所を作る、
とかその、まあ、文脈をデザインしたりとかするわけで、まあ、情報技術も結構そうなってきてるのかなっていうふうには思いますね。うん、なんか今日話してることっていうのはテクノロジーがそもそもどうなのかっていう話と受け手の人間がそもそもどうなのかっていう話と、まあ、ここがマインドフルネスとか瞑想的なっていう話でこっちがカームテクノロジー的な話なんですけど、あと今言われたみたいにこのコミュニケーションのところがすごいもう一つポイントにあって、おそらくカームテクノロジーっていうのはここのデバイスのデザインだけじゃなくて人間とどうコミュニケーションを取るかっていうところまでも想定に入れているものなんだと思うんですね。でもこれってそのテクノロジーの側だけでできることじゃなくてやっぱり人間の側も相当気をつけないといけないというか意識しないといけないし学ばないといけないところなんだなっていうふうに思うんですけど、そこら辺まで考えてデザインって作られてるんですかね。なんかもう僕たちはそのなんていうんですかね、なんとなく便利なものを使ってたらどんどんなんていうんですかね、考えずに使うようになっていくんで、すげえ楽なデザインがどんどん提供されると、ここの関係性はなんか与えられたものを受け取る関係性になるような気もするんですけど、その建築とかっていう話で多分人間の側も結構こう感じたり働きかけたりとか自分で動いたりっていうことをしながらこう建築と関わっていくような気がするんですけど、テクノロジーでもそれがちゃんと考えられてるっていうことなんですか今の話は。まあ、それを今やろうと頑張っているっていうところですかね。で、まあ、一つの最初の形がまあ、このプロダクトかなと思いますね。私も、まあ、個人的にはもともと研究者っていうこともあっていろいろスマートスピーカーとかどんどん使って、まあ、どんな体験なのかっていうのを体験したりしていて、でも今は自分自宅のリビングダイニングには無理だけ置いていて、まあ、テレビもないですしスマートスピーカーも何も使ってない感じなんですけれども、まあ、それで、まあ、この、まあ、ダイニングの空間ではこれだけで十分っていうふうになっているし、まあ、そこが 場の文脈と行動っていうものがこうちゃんと合ってる、それでできないことはここでやる必要はないっていうふうに、そういうふうにはなってるかなと思いますね。人がなんか結構忙しくなくてもいいというか、なんか時間を埋めるみたいなことに結構、まあ、デバイスが便、まあ、便利でいろんなものにアクセスできるんで使われるっていうのがあるかなって感じるんですけど、なんかその瞬間とかをなんか埋め方をデバイスにする必要はなんか必ずしもないというか、なんかそこをなんかそこをみんな取りに、アテンションエコノミー自体はね、そこを取りに来てるんで、そこをなんかこう、なんか新聞でなんかね、全面の一面広告を見るっていうのは、なんか新聞を開いているっていう UX の中のアテンションエコノミーで、そこにお金をたくさん払うことで、そこのアテンションを取れるっていう感じだと思うんですけど、なんかそこ、それをなんかデジタルちょっとあからさまにしないみたいなところが、やっぱり結構難しいというか、それがなんかこう物理からやっぱりバーチャルのデータなんで消えてしまうみたいな、でそこのなんかねこう消えてしまうっていうことに対してもしかするとなんかこう人間自体がちょっとこう恐怖感というか、まあ、寂しさみたいなのをなんか覚えるからなんかアテンションを取られるっていうことになんかこうマインドが向いてしまうみたいな、ちょっと逆説的なんですけど、なんかもしかするとそういうことによってなんか見続けるみたいなことをなんか正当化するというか、なんかそう、僕らはやっぱり、まあ、それが仕事中とか、 なんか生産性をめちゃくちゃ上げなきゃいけないときは、まあ、それでもいい時もあるというふうに言ってるんですけど、なんかそれがでも人のモーメントが、まあ、大体1日 Google とかが言うのは150回、まあ、スマホを開くっていう多い人だとあるんですけど、その10回ぐらいはなんかこうやっぱり取り戻そうよみたいな、なんか人間側にちょっと取り戻して、まあ、なんか新聞の全面広告じゃなくて、まあ、私の履歴書でも転生人口なんですけど、
なんかこうちょっと違う自分自身にとってのなんかプロダクティブみたいなものを自分の行動様式に置き換えたときに、まあ、何を、まあ、それは家族の何かとかでもいいですし、まあ、趣味の何かとか自分の好きなものとか何でもいいと思うんですけど、なんかそういうものにこう置き換えるみたいなことが逆になんか必要になってしまってるみたいなことはすごい感じてまして、うん、なんかそれは象徴的に、まあ、家族のストーリーで、まあ、やっているみたいな、うん、それがまあさっきの自転車の件とかはなんか私たちは自転車作ってるわけじゃないのでそこを何ともすることはできないんですけど、なんか別の形の何かがカームテクノロジーとしては出てくるかもしれないし、うん、まあ、カームテクノロジー自体が広がっていくと、まあ、それを人間の側はやっぱり人間がこう何か、うん、あの行動して変えないといけないんですけど、テクノロジー側がそれをやっぱりみんなポジティブにプロダクトを私作ってると思ってるんですよね。結果的になんかその、うん、今みたいな、まあ、状況になってるっていうのは私は過渡期っていうふうに言ってまして、うんうん、でそれをやっぱりこうカームテクノロジーなんかがこう広がっていくとデバイスの側もまあ変化していく、そこでなんか人間のこうマインドセットのところとうまくコミュニケーションというか滑らかにこうなっていくと、なんかいい関係になっていくのかなみたいな、なんかそれを目指すなんか一つのなんか事例みたいなのが、まあ、私たちのアプローチなのかなっていうのはなんか感じてますけど、なんか毎月1回家族会議してここに何のアプリ入れるか決めるとかやっても面白いかもしれないですね。まだいろんなものには対応してないのかもしれないですけど、例えばカレンダー機能が面白いカレンダー機能があったりとかいろいろ機能はあると思うんです。であと家族によって必要な情報は違ってくると思うんですね。でさっきも言われてたみたいにいろんな対応の情報が来ている中で、まあ、家族ここの家庭環境の中だけはペンダントライトの範囲内で暮らそうよっていう、この色がどんな色かとかこの範囲がどんな範囲かっていうのは多分家庭でそれぞれで、で何とかしてそのデバイスを見る以外の時間、趣味とか家族とのコミュニケーションとかを取り戻していくっていうことを考えるきっかけとして毎月1回アプリ何入れる会議、情報何入れる会議とかして、まあ、小学校の子供は絶対これは欲しいんだっていうものがあるかもしれないし、親はでもそれは良くないとかって思うかもしれないし、そうやってみんなで何をこの家庭環境では必要としていて何が必要ないのかっていうのを意図的に考える話ができるきっかけにはなるのかなっていうふうに思いました。その、今ってそんな設定がほとんどで、まあ、もちろん子ども設定とかあると思うんですけども、もう完全にこうダダ漏れっていうかみんなのところに入ってきてる状態で、しかもあんまり設定がうまくできないっていうことだと思うので、設定できないのに家族会議してもあんまり良くなくて、ちゃんとなんかこうコントロールできるデバイスがバーンと真ん中にできてきて、でじゃあここに何入れる、何の情報がいるっていうことができるようになると、みんなであの生活を作って大量の情報の中で必要な情報だけを使いながら丁寧な生活を作っていける気もしますね、うんうん、私1個リクエストが出ました、ユーザーとして。いやなんか今お話ししてたんですけど、はい、私鎌倉に住んでるんですけど、なんか鎌倉って結構超アナログな人とデジタルの人共存してて、私の周りにもガラケーの人とか携帯さえ持ってなくて、なんだけどいつもすごいキーポイントのところに現れる女の子がいるんですよ、話で歩いてて。でなんかなんでここにいるんだろうって思うとこ、多分匂いでやってくるみたいな感覚でしょうね。すごい五感がする。で私なんか鎌倉に移ってから週末とかほぼ、デバイスを持たなくて、なんかこうなんか入ってくるんですね、どこかで何かがあるみたいなイベントとかで、みんながこうよくたまる場所とかもあったりして、でこうなんか幸せのことをちょっと考えてたんですけど、そうやって何も情報をデバイスにアクセスせずに、たまたまその友達にこうシンクロでこう会うみたいなことが結構増えてって、うん、そうするとその自分の感覚が研ぎ澄まされてて、でその周りの人たちもそういう感覚で生きていく、なんかそれがすごいこう一日終わった後とか週末超えた後になんかすごい幸せな週末だったなって感覚が残るんですよ。なんだけどずっと一日デバイスとかパソコンやって携帯やってみたいなっていう後ってなんか
あれ土日ってあったっけみたいな、時間私のなんかいつの間にかこんな年になってるみたいな、なんかあれこんな年経っちゃったっけみたいな、なんか感覚がないんですよ時間の、うん、なんだけど触れないでその人間の要は可能性みたいな、なんかまだ私たちには言語ができない多分深いなんか可能性ってあると思うんですけど、その見えてない注意がいかない範囲、うん、なんかそれをこう研ぎ澄ませていける、それがこうなんか集合的にみんなでそれがこう感覚が合ってくるとすごいなんか幸せだなって思ってて、うん、でなんか無理それをこういう鎌倉の私のコミュニティでどうやって使えるかなと思ったら、そのいつもみんながたまる場所に筆跡が残ってるみたいな、なんか誰かが今日は天気いいねみたいな感じで手で書けるじゃないですか、うん、でこれを時間とともに、あの子この時間に来てたんだみたいな、なんかそれ聞くけど結構その形跡があるわけじゃないですか、人々のこの奇跡みたいな、うん、なんかそれがこう流れ続け、あこの人この日に来てたんだ、こんなメッセージ残したんだみたいなのがこうデジタルで少しちょっとサポートしてくれると、なんかほんわかと温かくなる、うん、あんな年からこんな人が訪問してたんだみたいな、うんうん、なんか掲示板みたいな、みんなの集合する、よく集まる場所、うん、ハブみたいな、みたいなことをすごい言われると思います。それはシンクロ率を高めるようなサポートっていうことですか、それとも過去の履歴が蓄積していくものを見たい、うん、なんか結局人間の、できる範囲、情報を取得することとか、その人間もいろんな、日々すごい忙しい中で生きてて、この前何々ちゃん来たよとかっていう話をするときとしないときがあるじゃないですか、うん、なんだけどこの無意でこうそういう情報が流れてると、あこの人来てたんだとか、なんかなんていうのあったかくなるというか、一つのつながりを感じて、うん、なんていうんでしょうね、その感覚は旅の、あの90年代に旅をしてた時の宿帳みたいな感じ、あそう筆跡、それが知り合いでも知り合いじゃなくても、まあ、その人の思いが教えたりとか、あとね3ヶ月ぐらい旅してるとこう行きつも寄りつの人がいるからあ来てたんだっていうのはあるけど、ね、今もうないけど宿帳は、うん、結構そう鎌倉で地域通貨もなんか生まれて、うん、バクテリアのなんか、うん、どの人が何を交換し合ったかっていう、結構それって人の見える価値を見える化して交換する、うん、だから原稿通貨の円では見えない価値を、はい、とニーズをつなげるっていう目的で、ね、発行したんですけど、結局誰が何ができるとか、誰と誰が何を交換したかって分かんないんですよね、あの通帳とかないから、ただ紙幣で交換してるから、うん、まあ判子をして私はこれをあなたにあげますみたいなので残してるんですけど、なんかこういうデバイスが、うん、そのなんか誰々さん何々ができるみたいなのが掲示板がどっかにあって、うんうん、でこれとこの人とこの人が交換します、この人のニーズ荷物を運んでくださいっていうおばあちゃんと高校生がそれを手伝ったみたいな記録が出てくると、結構、うん、あこの人あんなことできるんだとか、あの人これで困ってるんだみたいなものもこうどんどんできるみたいな、うんうん、なんかそ人間ができない範囲の部分をちょっとこうサポートしてあげるみたいなことには使えるのかなと、いやらしくなって、まあ、無意がそれをできるのかわからないけど、地域通貨にその何か記録が残っていくような仕組みっていうのは面白いかもしれないですね、うん、あの逆にあんなの買ってんだこいつってバレるの嫌だけどそのあの図書カードに近いですよね、あの小学校の時のなんか本読んでたら後ろにあこいつあの人読んでるあの感じってすごい好きなんですけど、はいはい、あれってやっぱデジタル化していくと失われていくものの一つの気がしていて、うんうん、でもなんかそのみんながシェアしているようなものとか、あと地域通貨もそうなんですけど、こうちょっと人間味のあるものを作り出すときに、なんかテクノロジーと関わってくると面白い気がしますね、うん、すごく制約が多いっていうのがあのまあ、重要な特徴なのかなっていうのは思っていて、まあ、これは情報デバイスとして見たらめちゃくちゃあの制約が多いんですよね、もう本当にちょっとした文字しか出せないとかアイコンしか出せない、でしかも、まあ、こういう家具の形をしているんですけどことによってあの、まあ、そこに行かなきゃいけない、まあ、今は別にあの、まあ、スマートフォンでも
理科でも何でももうどこでも同じように情報が均質に得ることを与えることっていうのはできるんですけど、なんかそれができないことによって逆にこう本当に重要なことは何なのか自分にとってっていうことを選ばせる。でもそれをまあこういう家具の形をしてることによってあまり嫌だと思わないんですよね、制約の出し方を。まあ、まだとね途中なんですけれども、そこは、まあ、まあ制約があるから会話がこう広がっていったりもすると思うので、うん、はい、そういうことをなんかみんなが楽しんでくれるようになるといいですよね。情報量が少ないじゃないかっていう人が増えている中で、それって大事なんだよっていうことも、おそらくテクノロジーだけの話じゃなくて生き方みたいなことが結局問われてきているような気もしていて、でこの本の中にもそのマーク・ワイザーがすごいなんか言ってましたね。大事なことはその自分人間の本質とは何かを考えることだみたいな、でそれをサポートできるようなのがカームテクノロジーだみたいなことを書いてたと思うんですけど、ちょっと時間なくなってきたんで最後にもう一つ僕が逆にここまでってなんかカームテクノロジーいいよみたいなことを中心だったと思うんですけど、なんかそれでも僕はモヤモヤするものがあるみたいな瞑想研究者的に言うとモヤモヤするものがあるみたいなのをちょっと投げかけてから、まあ、ここでそれを話すのか来週ちょっと、はいはい、アンバーケースさんと話すのかわかんないですけども、ちょっと感じてるところがあって、その、人間の本質をちゃんと見極めてそこに突き進んでいくっていうのが決定的に大事で、でそれをサポートする、テクノロジーであくまでサポートするもんだっていう何かこう設計思想がもともとあるっていうのを感じているんですけれども、このカームテクノロジーが完全に、洗練されたものになった時に本当に僕たちは自分の本質をこう追い求め続けられてるんだろうかみたいな疑問があってですね。で、カームテクノロジーの一つの基本原理みたいなものは、できるだけ周辺でその人が気づかないような形で情報を提供して気づかないような形でサポートしてあげるというのは一つの、まあ、理想なんだというのが書かれているんです。それは確かに素晴らしい設計思想だと思うんですけれども、つまりテクノロジーの存在に気づかないようなテクノロジーというのがめちゃめちゃいいテクノロジーなんじゃないのか、それはすごいそうだと思うんです。心理学とかでもその僕たちはで完成されてないものの方あるいは、そういうものに注意がいくっていうふうに言われてるんです。例えば丸い円を描いた場合とそれからなんか円が欠けているようなものを描いてその2つを同時に見せるとみんな目線はどっちに行くかっていうと不完全な方に目が行っちゃうんですね。でそういうふうになんかできてしまって、僕らの注意っていうのはそこにリスクがあるかもしれないからまずは見てしまうっていうのがあるんです。で例えば温度もそうですよね。一番いい温度はどんな温度かっていうと温度のことを忘れてる時なんですよ、うん、暑いな寒いなと思ってる間は一番いい温度ではなくて完全に温度のことはもう忘れてる状態が一番いい温度だったりする、うん、テクノロジーも多分そうなんだっていうふうに言われてるんだと思うんです。で知り合いが、4,5 年前にシリコンバレーの車の会社にインタビューに行った時に聞いた話が、うん、そのもう今はその車がアフェクティブコンピューティングみたいにその人の情動状態とかをきちんとこう把握していくような仕組みができていってて、で昔は提案型だったんですよね。そのあなた今ちょっと疲れてませんかってリラックスしませんかみたいなこう提案をするっていうようなことが10年ぐらい前は目指されてたんですけど、 4,5 年ぐらい前はもうそういう提案型じゃなくて勝手に変える型が主流に なりそうだって話を聞いたんです。その人の体温からその人が一番最適だと思う温度みたいなのを推定して知らない間にこう温度調整をしてあげるとか、なんかこの人疲れてるなって思ったら知らない間になんかわかんないけどリラックスするような匂いとか音を出して知らない間にこうちょうどいい感じにしてあげるっていう風に、でそれってさっきの気づかない間にサポートするっていう意味ではすごいいいテクノロジーだと思うんですけど、そうやって超過保護に育てられた大人とか子供っていうのは果たして人間としてより良い人間になってるのかっていうのはすごい気になるところなんです。
僕らっていろんな困難とかに直面してそれと向き合ってなんか乗り越えていくとかですね、そういうことを一歩一歩やっていくことでまあなんか角が取れてまあ丸い人間になっていくっていうか、瞑想でもそうで、なんか小さい苦しみとか痒みとか痛みとか人間関係の難しさみたいなのに直面して、でもそれをちゃんと味わいながらありのままに見守って乗り越えていくことで、次に似たような状態が出ても動揺しなくなっていく、こう人間味みたいなものができていくって考えられてるんです。なんかまあ大人になったらいいかもしれないけど、子供の頃からなんかすごい全自動で家の中がうまく調整されてて、あんまり不快感を感じずに家を出たらなんか自動運転の車に乗り込んで、そこでももう快適な環境で学校とかまで行って、で学校もなんかまた快適な環境があって、これは妄想でしかないですよ。でも一番それ行き切った時のテクノロジーっていうのは、なんか人間が人間としての機能を完全に失っていくような世界なんじゃないのかなと思っていて、もちろんそこに行くまでには何百年とかかるかもしれないから、あんま考えなくてもいいのかもしれないけれども、その本当にその僕らがテクノロジーを意識せずに完全にサポートするようなことが素晴らしいことで、それをどんどん推し進めていいのか、それとも人間の能力をもうちょっと信じてなんか寒いんだったら歩いてボタンを押しに行きなさいよとか、寒いんだったらうちわを、あ、暑いんだったらうちわをこう自分で叩きなさいよとかっていうふうに、その人間でなんとかなるところはなんとかさせるっていうようなこともちゃんと考えていかないといけないんじゃないのかなと思っていて、これからもちろんカームテクノロジーのアイデアっていうのはどんどん広がっていくんだと思うんですけれども、本当にそれが人間の本質のために、あるテクノロジーなんだったら、あの何かもうちょっと丁寧に考えていかないといけないんじゃないのかなって、今こうもやもや感じているものがあるんですけれども、そのあたりってなんかものすごい漠然とした質問なんですけど、何ですか？テクノロジーを穏やかにするっていうのが、テクノロジーをまあ、あるテクノロジーの捉え方というか、人間が受け取り方のテクノロジーの扱い方というか、取捨選択かなと思ってまして、でやっぱり日常の生活をいかに豊かに過ごすかという時に、やっぱ自然環境とのインタラクションはすごく情報として穏やかだと思ってて、朝起きて日が上がってるから明るいとか、窓を開けるから外の気温と、まあ、外の気温のことを知って今これぐらいの温度だから今日はこれぐらいになるんじゃないかなとか、で自然環境に対して人間が考えて予測を立てて生活していくって結構昔からずっと人間がやってて、そこでの情報とのやり取りの方が結構大事じゃないかなと思ってつつ、情報テクノロジーを使ってそれを、確率を上げていく、雨ガンガンに照りそうだと思っても向こうの方に雲が来てて雷が来るとかっていうので、まあ、そこを担保するみたいなテクノロジーのあり方、なんか少しどんどんテクノロジーが強くなってくるのを、必要最低限になんか見ていくことで人間本来の認識力を上げていく方がいいと思ってまして、ただテクノロジーもどんどん良くなっていくので量を増やすっていうよりかはテクノロジーの精度が上がるはずで、人間に対して の入ってき方はもっと少なくても本来の人間の認知能力とか対話とかで、より良い生活ができるんじゃないかなっていうのはありますね。なのでカームテクノロジーでどんどん自由になっていくっていうよりかはもっと人間が考えれてたはず、かつての人はそれで生きてきて、ただなんか昔がいいっていうことではなくて昔の人の能力と今の能力をうまく掛け合わせて、最適 なんか生活ができるんじゃないかなというなんか想像をしてそっちがいいんじゃないかなというのが仮説ですね。確かにその朝起きて自分で外の温度を感じて
プラスアルファ今日一日の天気予報っていうのが精度の高いものが入ってきて、それによって今日何を着ていくかを決めることが自分でできるっていうのはすごいいいことだと思うんですけど、妄想かもしれないけれども、ある一つの方向性としては IoT とかでそのタンスに明日はどこに行きますって情報を入れといたら、タンスがその日の天気予報と気温予測から朝バカッて開けたら目の前にもうなんかあなた今日これですみたいなのが出てて、それを着たらもう行けるっていう風に、そういうのどんどん出てくると思うんですよ。でそれってさっき言ったように自分で外のことを感じて自分で決めていくっていうのとはちょっと違うものになっていってしまうと思うんです。でもちろん便利になっていくのはすごくいいんですけれども、どこまでをその許すって言ったらおかしいけど、どこまでをテクノロジーに頼って、どこからはちゃんと人間らしくというか関わっていくべきかっていうのってめちゃめちゃ大事な、特にカームテクノロジーとかの場合ってなんか響きがいいから、あカームテクノロジーなんだったらいいか、オーガニックだったらいいかっていう感じでこう受け入れてしまいそうな気がするんですね。そういう意味ではそのカームテクノロジーに関わってるデザイナーの人とか開発者の人たちこそがそこをめちゃめちゃ意識しながら、開発とかデザインしていかないと、みんないい方に連れていってるつもりがすごいなんか、大変な方向に向かっていたんだってことが分かるときが来るかもしれないな、っていうのをなんか感じてます。そうですね、まあ、カームテクノロジーがうまく広がったとして、それが本当にカームな状態なのか、カームな生活が遅れてるかどうかですよね。それって根源的になんか人間はテクノロジーが必要なのかっていうことにもなってくるじゃないですか。なんか、なんて言うと、現代どこの人とそのテクノロジーが生まれてきてから人間ってどれぐらいアップデートされてるのってダウングレードされてるのかわかんないんですけど、能力が高まっているのか否か、能力は高まらないんだけど着実に実現できることが多くなったみたいな情報がバーって入るから、あこんな家できるんだ、こんな簡単に家できちゃうんだ、じゃああそこに家を建てようとか、なんか実現できることは多分はるかに増えてる感じがするんですよね。でも能力、人間的に能力だったりハピネスとか、なんかその全体性で考えた時に人間というものはこの人に比べてテクノロジーがなかった時代に比べて、まあまあテクノロジーってその釘なんか必ずしもテクノロジーだけど、ここデジタルデバイスがない時代に比べたらどうなってんでしょうね。情報自体ってやっぱり非対称性がそもそもビジネスの根源なので、ビジネス目線とかで考えると情報化がどんどん進んで非対称性がなくなればなくなるほど、要は一般のコンシューマーの人が受ける果実というか、要は昔だったらネットもないし調べられなくて、なんか行ける場所も限られるとかっていうのが、いやその行動範囲が増えたりとか、あと不動産買うときに要はそもそも相場がわからないとかっていうのは、要は情報化が進むとそれが要はどんどん民主化されていくみたいな、すごいいい面がある一方、また別の非対称性をどんどん作っていくとか複雑化していって、トラップを作っていくというか、っていうのが、その繰り返しだと思うんですけど、情報化が進むこと自体は、不可逆で、基本的にはポジティブだと思うんですね。でそれが要はそこからのなんかアテンションエコノミーとかって、要はそれを使ってまた別のこうビジネスモデルを作るみたいなところになっていて、でそこに対する対処ってなんかあんまり、なんか明確なこう何かっていうのがまだ出てないみたいな。だからやっぱりちょっとこう問題じゃないかとか、でもなんか一般的にはそれ、要はみんながもてはやす企業が、中心になってやってるわけですね、この、なんか就職したい企業ナンバーワンみたいな、そういうところが、それを主導してるから、なんかこう悪いっていうことも言いにくいとかですね、なんかそもそも問題としてなんか便利になってんだからいいじゃんとかですね、それで儲かるからいいじゃんみたいな、なんか可視化されてないこう問題があるんですけど、一方で、アメリカとかやっぱ早い、日本みたいにこう気晴らしができるところが少ないので、公園行けばなんか麻薬売られるとかですね、なんかこう
なんか銭湯300円で入れるとかないじゃないですか。こうサンドイッチなんか1000円ぐらいするし、セブンイレブンとかもなんかこう邪悪な感じなんですね。こう老人が寝てるとか。だから、まあ、なんかそういうところではやっぱりデジタルディストラクションってもう起きてて、でそこに要はウェルビーイングってやっぱり必要だよねっていうので、デジタルウェルビーイングが始まってますみたいな感じで、だから日本はやっぱりすごい恵まれてるので、まあ、四季もあって、なんかアメリカとか、まあ、ボストンとか住んでたんですけど、道とかに寝てたら絶対死ぬんですよね、こう寒くて。で、まあ、それがないという、まあ、その中でのなんか無意のこうスタンスっていうのがあって、まあ、その地域によって要は自動化とかの仕方とか、され方とか変わっていくとは思うんですが、なんか僕は、まあ、突き詰めると、やっぱりなんかその、人間はまあサイボーグ化、まあね、あの電脳を使ってもサイボーグ化していくみたいな流れの中で、でもやっぱりなんかあの、まあ、某漫画で、ね、ゴーストがささやくってあると思うんですけど、なんかやっぱ感動みたいなところって絶対なんか残った人間しかできないみたいなところだと思うので、からなんか 僕は個人的にはなんかそこにその瞬間とかをやっぱりどう情報テクノロジーでなんか醸成してあげるかみたいな、でそれを目指すなんか過程が、まあ、カームテクノロジーみたいな過程なんじゃないかみたいなことを考えていて、まあ、来週アンバーと話すと思うんですけど、アンバーのテッドのトークで、やっぱり情報化でどんどん人間がつながっていくと、実はそれをこうテッドの最後で言ってるんですけど、あのここ線でつなぐとめっちゃ有機的ななんかこう線みたいになってるみたいな、だからなんか実はすごいやっぱりポジティブには動いていて、じゃあそれをね、まあ、人間がどう捉えるかっていうのがあるんですけど、それを向けるところとか問題意識とかはやっぱりこうどんどんね提起していかないといけないし、なんかそれをどうやっぱりこうなんか本当にそうなんかなりたいとかですね、そうありたいものみたいな、まあ、それウェルビーイングの状態とかも一緒だと思うんですけど、なんかそこにこうそれを作っていかないといけないみたいなのは結構まだまだチャレンジがあるかなと。でそれによって、でその自動化された時の何がね、人間がやることなのかとかっていうのは、ちょっとずつこう見えてくるのかなみたいなのが、まあ、私のなんか感じてるところですかね。強引にちょっとまとめに行ってるわけですけど、はい、それじゃあちょっとね残りが8分になっちゃったので、質問を受け付けたいんですけど、チャットに投稿をする形で質問ある方は、うん、ぜひこの機会にいかがでしょうか、ね、なんか声が聞けるといいんですけど手を挙げてもらったら聞けないんですか、手を挙げてもらっても大丈夫です。あの下のツールバーに手を挙げる機能があるので、どうかな、ちなみにちょっと質問を皆さんが考えてらっしゃる間に、次回のお話すでにありましたけど、次回はこの著者のアンバーケースと、つないで、12日の土曜日朝10時からですね、アメリカタイムでは夜6時ですね。で、セッションします。で、同時通訳を入れずに英語で行います。はい。で、後日、サブタイトルっていうか、あれですね、翻訳をつけて、またアップですね、アーカイブをアップするようにいたします。ちょっと通訳入れるとすごく複雑になるので。時間もね、半分ぐらいしか喋れなくなるから。そうですね。はい。で、19日、その次の週の週末の土曜日ですね、に藤野さんとお話を2時から、はい。でもなんか今日、僕、話し尽くした感じがして、再来週、あと1時間半、喋れますかね、喋れますよね。結構、マインドセットの話とか、はい、そういうの結構、ね、面白いですね。プライミングとか、ね、いや、そうですね。すねはい、どう気づけ。あ今画面に出てますね。これが来週アンバーケース。10時からです。あ、12日は。すみません。来週は時間早いですね。12日が10時からですね。ごめんなさい。私が間違えました。はい。で、まあ、こういった情報は、その次のスライドに行っていただいていいですか。
ムイの mui.jp とか Facebook のムイをフォローしてくだされば情報をお知らせします。なんかアンバーケースとの対談どうなるんでしょうね。質問どうぞ。そこにチャットに投稿していただけると声でもいけますよ、ね。声で。あ、声いける？酒井さん。そうだね。声で。どうもどうも。声聞こえてますか？大丈夫かな？聞こえてない。聞いていいのかな？聞いていい。大丈夫です。はい。最初、すみません、ソニーの酒井と申します。今日は楽しい話ありがとうございました。最初の頃に、おっしゃってた、Wii の、表示してない状態がオンだっていう言葉が結構引っかかってたし、もう一回そこのことを教えていただいてもいいですか？ありがとうございます。質問はみんなに聞こえてるんですかね、今のは。もう一回繰り返してもらって、はい。そうですね。今ご質問いただいたのは、最初の方に、私が言った内容ですけれども、この Wii のデバイスにおいて、表示されていないのがオンであるっていうことは、についてちょっともう少し詳しく教えてくださいということでした。ちょっとこれは一つちょっと表現の仕方みたいなところでもあるんですけれども、情報機器っていうふうな言い方もできるものではあるんですけれども、これの私の解釈ですけれども、存在意義というものは、私たちがこれを作っている意味というものは、人々が良い生活、良い時間を送るために存在しているのであるので、情報を、例えば情報を効率的に人に伝えるだったりとか、そういったためにあるものではなくて、ないっていうことですね。そういう意味において、情報が消えている状態っていうのが、オンと言いますか、なんて言うんでしょうね、役割を果たしている状態でもあるかなというふうに思ってます。ありがとうございます。いや、まさにすごく大事な部分だし、ある種こう全問答的な部分なので、いや、すごく興味深いなと思ったんですけど、表示っていうよりはある意味こう意識の中で心地よく消えてる状態っていう感じなんですかね、情報が出てようが出てまいが。何が意識が消えてる？意識の中であんまりこうそのデバイスが意識されてないというか、そのあるんだけどない状態というか、あんまり気にされてないっていうイメージでいいんですかね。そうですね、はい。というような。そうですね、人が何かしたいなと思ったときに、機能が現れて、で、それで目的が達成されて、それが終わった後は、プロダクトの存在すらもなくなるのが、心地よい状態じゃないかなと、最初考えまして、でも物自体は消せないのですが、インテリア空間の中にあるものに紛れ込ませることで、なのでこの一本の木の棒というデザインになってるんですが、それが光ってない状態であれば人の注意を取らずにもうほとんど見えないんじゃないかなということで、またその時間の方が生活空間において長いんじゃないかなと、何かしたいっていうよりも、その消えてる時間の方が圧倒的に長いと思いましたので、消えてる状態もプロダクトとして、正の状態であるという言い方をしてます。ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございます。ちょっとだけ話が変わるんですけども、マインドフルネスの話、今日ちょっとしてないんで、少しだけさせてもらうと、マインドフルネスとテクノロジーの話っていうのもすごい最近増えてるんですね。なんとかしてマインドフルな状態をこう高めたいっていうような、でも大体の場合うまくできてない気がしていて、その結局僕らのマインドフルな能力を外部化してる場合が出てきてしまうようなものがある。例えばいろんなデバイスとかアプリで僕らがマインドフルじゃない状態みたいなのをこうフィードバックしてくれるようになると、自分が今マインドフルかどうかは外部のデバイスでモニターできるようになってくる。でもこれを使えば使うほど自分をモニターする能力がなくなっていったりするんですね。だから
イメージとしては、二輪車に乗りたい、自転車に乗りたいんだけど、最初は乗れないから補助輪つけて走りましょうってやるんだけど、アプリの会社としてはその補助輪を外してもらうのは嫌で、どんどん補助輪をバージョンアップしていって、四輪車みたいにしていくっていうのが目的になってしまうんで、でも本当はなんとかその補助輪を外さないといけないわけですよね。でそれで考えたのが、例えば週のうち6回はアプリを使いながら自分の状態をモニターするようなことをしていても、うん、あとの1日は、完全にアプリをオフにして自分で自分の状態を把握できるテストの日っていうんですかね、週の 6日は実践を頑張ってトレーニングをして、で7日目にアプリがなくてもちゃんと自分のことをモニターできているような状態を確認してみて、ああまたダメだわってなったら、また次の収録でそのテクノロジーを使って能力を高める。これステップバイステップでやっていくと、徐々にそのアプリを使わないでいい日が2日になり、3日になり、4日になりって、そうすると本当はアプリを使ってないんだからもうアプリいらんかってなるんですけど、アプリ価値ないやんかって思うんですけど、なんかそういうふうにやっていくとアプリを使わないことの方が誇らしくて嬉しくなるっていう、うん、なんかそういうテクノロジーを今作れないかなってちょっと考えているんですね、はい、でそれから無意の話に強引に引きつけていいのか分かんないんだけど、オンにな使ってない時がオンなんだっていうことの価値みたいなものがちゃんと伝わるようになると、本当にそれを多用しなくていいんだっていう、むしろオンにしてない時間の方が充実した家族のコミュニケーションが取れてるよねっていうふうになっていくような、なんかそういう価値づけができると、まさに何もない時がオンっていうのがこう意義が出てくるような気がしました。そうですね、ちょっとこれなんか3週目に話した方がいいかなと思って今日言ってなかったことをちょっとだけ言うと、これは情報機器デバイスで、これでできることっていうのは基本的に全てスマートフォンでできることなんですよね。でもスマートフォンをそこで使わずに、これをやる、これを使って生活をする時間を過ごすっていうことを、そういう場所を部屋の中に設ける、でもその時に例えば自分のこう状態ってものがより自分で把握できるようになる、例えば仕事が忙しかったりストレスが溜まってる時はこれだけで時間を過ごすっていうことがなんかそわそわしてできないとか、例えばこれちょっと深呼吸瞑想のアプリがあるんです、機能もあるんですけれども、それをやる余裕がないみたいなことがあって、自分自身をより深く把握できるようになる、そういうふうな、ツールといいますか、その僕だったら僕にとってのこう役割ってものは結構あったりするのかなと思っていて、それがずっと24時間デジタル技術に囲まれている現代において人は結構そういうものを求めていて、だからこうサウナが結構流行っていたりとか、あと経済的に成功した方がみんなトライアスロンしだしたりするっていうのも結構そういうことだと思うんですけれども、はい、お時間がもう過ぎてるんですけど、2つ質問いただいてるので、この2つ答えてから終わりにしましょうか。大丈夫ですか？林さん、順位のメカニズムと情報技術のデザインについてとても学びがありました。ありがとうございました。一方でマインドフルネスとの関係、そもそもマインドフルネスってなんだろうと気になりました。これは3回目みたいな感じですか？どうしよう。これ話し始めたんです。長い。ロングバージョンだと、1日ワークショップとかになるんですけど、でもおそらくテクノロジーに興味があって参加されている方は、マインドフルネスがそもそも分からない、知らない方も今日いらっしゃったはずなのに、全くその説明をしなくてすいませんでした。マインドフルネスって端的に言うと、今ここで起きていることにちゃんと気づいているっていうのがマインドフルネスだっていうふうに言われています。僕らはなんか知らない間にイライラしているときに、そのことに気づかずに人と喋って、でなんとなくイライラをぶつけてしまっているときとかあったり、会社で嫌なことがあって家帰って子供がなんかしょうもない、いたずらしているときに、普通だったら笑顔でなんかこう対応できるのに、ここの会社のなんか影響みたいなのがあってつい怒ってしまうみたいな、それって自分の中のいろんな体の感覚とか感情とかに気づいていないから、それに
引っ張られてその意思決定してしまうってことが往々にしてあるんですね。で、僕らが今この瞬間に起きていることにありのままに気づくって言っていることっていうのは、そういった一つ一つの体の感覚とか緊張状態とか感情とかにちゃんと気づけるようになってるっていうのがマインドフルネスだっていうふうに言われているんです。ありのままに、なんていうんですかね、やられ放題ってわけじゃないです。ちゃんとそれに気づいた上で今何したらいいかっていう意思決定はちゃんとやるってことですね。あ、今自分はなんかイライラしてんだ、なんか体が疲れてんだ、この状態を分かっていながら子供のいたずらを見たら、これを乗せて怒るってことはなくて、これはちょっと脇に置いといて子供になんか笑顔でお話ができたりするっていうことが起こりやすくなるんですね。そういう意味で今起こってることにちゃんと気づきましょうっていうのがマインドフルネスだっていうふうに言われています。あの人マインドフルネスの人だねみたいな感じですね。そうですそういう人がいたらもうすごいすごいですけどね、なんかちゃんとコントロール、あ、でもなんかエチケットみたいなもんですよね、基本的には。基本なんか、なんて言うだろう、そのすごい最高クオリティを求めると、はい、ハンカチ持って出るのと同じように、ああ、そうですね、自分のコンディションを整えて人と対峙するっていうのがなんかエチケット。そうですね、はい、自分の感情を乗せてやられると困りますよね、うんうん、ありがとうございます。あともう一つだけ、いいじゃないですかね、はい、時間も、時間押しても全然いいですか、ね、大丈夫ですか。じゃあこの出てるの、次ですね、はい、井上さん、注意を分散させないためには情報の取得を時間で区切ることが一つ重要なことだと思うのですが、情報を生活に溶け込ませすぎると時間で区切ることが難しくなるように思います。そのあたりどう考えられているか教えていただけますか。時間で区切ること、はい、まあ、時間は捉え方の問題かな、まあ、24時間の時間と、あとその、まあ、モーメントの時間みたいな、あのなんかこのセッションも1時間半っていう時間軸と、なんか話したけどすごい短く感じるなっていう、楽しかったなみたいな時間軸とか、あとまあ今じゃあ延長しようみたいな、うん、あのなんかこうエクステンションの、なんか心のエクステンションみたいな、まあ時間軸があると思うんですけど、なんかそこの、調整は実はなんか人間がやっぱやっていることで、時計自体の時間の流れはまあ不可逆なので、まあ、その時間をどう使うっていうことを、まあ、いかにこうなんか、まあ、それマインドフルネスのお話に結構近いのかなと思うんですけど、やっぱりなんか高められ、自分自身をそこのに高められるかっていうのが結構重要かなと。で、あとはまあ資源っていう考え方もあるので、なんかその、まあ、資源って考えた時には、まあ、生産性みたいなところとちゃんと結びつけて使うっていうのは、まあ、あの働く時間とかっていうことかなと思うんですけど、情報が溶け込んでいく中で、やっぱりそうですね、情報自体を時間で捉えるよりは、やっぱりそのなんかマインドフルネスのために情報を使うとか、そのなんか 目的は情報の取得ではないはずなので、やっぱりなんか情報の取得を目的っていうふうに考えずに、やっぱりそのなんかどう自分のなんか大切にされているモーメントをやっぱりなんか1日の中で、まあ、スポットを作るというか、私なんかなんか子供と遊ぶ時間とかってやっぱり30分でもあるとなんかもうゲラゲラ笑ってるだけとか、なんかゴロゴロ転がってるみたいな謎のこう時間みたいなのがあるんですけど、それはなんかこう持っておきたいなとかって思うので、でなんかあとはそれがなんか無意でやろうとしてるのは、なんか機能的な比較というよりは、やっぱそのモーメントが積み重なっていったときに、それがなんかパーソナルなものになるっていう考え方で、まあ、子どもの身長を刻むみたいな、あのワコムさんとのコラボとかもあるんですけど、要はあれも要は1回限りだとね、あの身長計で身長を測るのと別に変わらないし、もしかすると全然精度低いというかものかもしれないですけど、じゃあそれが何年も何ヶ月も積み重なっていった先の状態っていうのは、やっぱり意識的にその一瞬の瞬間を、まあ、積み重ねていくことでしかできない、その人のパーソナルなものみたいな、うん、でなんか
人間自体はやっぱすごくこうある意味まあ、感情的な主体というか意識の主体だと思うので、やっぱりなんかそこに情報技術を使うっていうのが何なのかっていうのはやっぱりこう、うん、結構それなんかバラバラなのかなっていうふうに思ってまして、ただそれがなんかこうバラバラであることがなんかいいというか、うん、なんかそこはなんかこう Google と、まあ、ちょっと名前出すとあれなんですけど検索エンジンには侵されない何かみたいなとかがやっぱりまだまだあって、なんか僕らはそれを邪魔しないような情報の、まあまあ、取得というか情報の提示の仕方を、まあ、なんかこう残しておけると、なんか全く違うこう情報体験みたいなものになるかなと。それがなんかまあ溶け込んでるっていうのが、まあ、なんか言えてみようじゃないですけど、まあ、一番近いというかな、まあ、もしくはな滑らかになっているというか、まあ、そういう状態を作り出そうとしているというのが、まあ、うちのスタンスなのかなというふうに思いますね。うん、ちょっとなんか誤解となってるかっていうのはかなり怪しいんですけど、あこれは結構質問が難しい、うん、難しいですね。ちょっと今話を聞きながら質問内容も読んでたんですけど、注意を分散させないためには情報の取得を時間で区切ることが一つ重要なことだと思うのですがっていうのは、そのこの30分間はデバイスに触れて大量の情報を仕入れるみたいに決めて、そこだけ区切って、であとはそこから離れるってすれば、他の情報に振り回されずに自分のやるべきことに集中できるっていうことですよねっていうのが一つ目だと思うんですね。でところがその、情報を生活に溶け込ませすぎると時間で区切ることは難しくなるように思うっていうのは、僕らがそのカームテクノロジーの一つの理念である、はい、こう知らない間に情報提供して知らない間にサポートしてるみたいなことをすると、結局情報にさらされ続けてるんじゃないのかと、そしたら振り回されるんじゃないのかっていうふうに言われてるってことだと思うんですけれども、最初に言ったみたいに、最初の方に言ったみたいに、僕らは意図的な注意っていうのは一つしか使えないっていうことになってるんですけれども、それが無意識レベルまで落とし込まれるといろんな情報を使いこなせるようになるんですよ、その指揮者のようにだったりっていうふうに。でこの生活に情報を溶け込ませるっていうのは、その後者の方なんですよ。意図的な注意を使わなくても自然に入ってきたものを使って自然にこう反応することができるっていう、ことなんだと思うんですね。だそういう意味でその両者は矛盾しないんじゃないのかなっていうふうにこれを読んでて思いました、はい、でも難しいですねこれ。最後、あつしさんで、質問しますよ。そう、あつしさんまでで、はい、今日は切りましょうか。はい。で、はい、ありがとうございました。はい、オールドスチューデントさんから、幸せ度の、その前、多分あの口頭で、今、ザンさん、ザ、はい、声出しちゃったんですけど、はい、あ、質問していいですか。はい、あ、すいません、まあ、一応 HCI の研究者の長と言います。よろしくお願いします。で、ちょっと本日の話を聞いてちょっと結構興味を持ったのが、このカムテクノロジーというのは注意を引かないというところが目標というか、まあ、そういうなんか方法論というのがあるんですけど、でもなんかそれどっちかというとなんかちょっと、まあ、結果ありきな感じはしてて、要はなんか人間が注意をそこに払わないってなったら何が得られるんですかっていうのが結構気になるんですね。なんかそもそも注意を人間にこう注意をこう払いたくないというのが目的なのか、それをやらないことでなんかこう何か得ることがあるのかって、なんかそこはちょっと気になるんですね。特になんか認知科学の視点からして人間にとって何か特に有意義なことがあるのかなというのがまず一つなのと、あとすみません、もう一つ質問があって、それもなんか話を聞きながら思ったのが、調理器具というのがあるんじゃないですか。なんか包丁だったりこうなんかフォークだったりという、そういうものはなんかカムテクノロジーからしてなんかどうなのかなって、なんかちょっと
ちょっと皆さん の, あのこうお考えもきあのちょっと聞きたいなと思って、要はそれもの自体は守備は効かないんですね。でも人間は使いたいとなったら必ずそこに行ってなんかそれをこうあの、まあ、掴んでなんかこう自分の意図的になんか使わないといけないというのがあるんですけど、それもなんか人間の能力を拡張してるし、でもなんかこう使わない時は全く反応しないという感じなんですけど、そういうのもなんかそういうものがなんかカムテクノロジーからしたらという観点からしたらどうなのかなっていうのがちょっとあの気にしたい感じです。注意を完全に引かなくなる、僕らが全く意識せずに使えるっていうものは一つの理想だとは思うんですけれども、そこまで行ききるテクノロジーっていうのはそんなに多くはないんじゃないのかなっていうのも考えています。それであのこの本の中に出てきて面白い例だなって、あの事例がいっぱい載ってるんですね、この本には。で一つ面白いなって思ったのは、その蛇口をひねったらその温度が、分かるように、この蛇口をひねる、これ何、これなんだっけ、これをひねると蛇口から何か出てきますよね。でその、蛇口に色がついてるんですよ。熱かったら赤くなるし、冷たかったら青いんですね。でそうすると僕らはほとんど意識することなく、そのなんていうんですかね、熱湯をいきなり触ることはないし、なんか今だったらこう熱いのかなってこうちょんちょんちょんって触りながら、うん、あいけるわってなるんですけど、全くほぼ意識せずに、ああこれぐらいの色だったらいけるっていうのができるようになる。そういうのが一つの、まあ、意識せずに、何か生活ができるっていう事例の一つなのかなっていうふうに思います。で包丁っていうのも、その要は、ここで出てくるのはカームテクノロジーっていうのは、今までなかったものがいきなり登場するわけじゃなくて、今まであったものがどんだけカームになっていくかって、今までのものをベースに、少しずつデザインを変えていくっていうのがポイントだっていうふうに書かれていて、例えば包丁とかでも、そのめちゃめちゃ切りにくい包丁よりはめちゃめちゃ切れる包丁の方がカームだよねとか、そういうふうなちょっとずつデザインを変えていって、より手にフィットするとか、よりその下に目線をやらなくても絶対に手が切れないデザインになるとか、そういうふうに少しずつアレンジしていくっていうのがカームテクノロジーの大事なポイントなんじゃないのかなって、瞑想研究者が何の話をしてんだって気がするけど、そういうふうに感じました。あ、分かりました。そういうのに興味があればこの本は読まれるので面白いと思います。また来週アンガーケースともセッションするので、またね、お時間、はい、あります。あの全てを隠してしまうような技術っていうわけではやっぱりないのかなと思っていて、異常があったりとか何かしら自分にとってすごく大事なことってものは気づけるっていう、シャウトするような設計だったりとかするっていうことですね。そうですね。あ、なんかすみません、ちょっとだけなんかさっきの弱視の、あの例からして、僕も前それをかあのちょっとこう考えたことあって、それもしかすると、まあ、人間がこう長い間になんか訓練されて、あのこう冷たいのが多分青、なんかこうあの暖かいのがあの赤みたいな風に、あの長い間にそういう風に訓練されて、自然になんかその後はもうそういう風になったんじゃないかなと思ってて、なんかでもそれなんていうんですか、なんかあのそれは多分言い切れない部分もあるので、もしかするとなんかずっと別のあのカラーコーディングのところで育った人たちはそういうふうに思わないかもしれないし、そうですね、なんで、そこはちょっとなんか面白いなと思って、なんかもしかすると人間にとってそれができる色とできない色があるんじゃないかなというふうに思ってたりはするので、まあそこはちょっとだけなんかあの自分の考えもシェアさせていただきます。ありがとうございます。面白い点ですね。あの一つだけそこに補足すると、カームテクノロジーっておそらく学習が必要なんですね。その蓋を開けた日からいきなり使えるっていう、まあ、そういうテクノロジーもあると思うんですけれども、ある程度自分で使っていくことで慣れていくっていう、それでどん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 こう無意識的にできるようになっていくっていうプロセスが必要なテクノロジー、どっちもあると思います。なので量が全く違ったとしても、ある程度1週間2週間使い続けていくと分かってきたりとかっていうのはあるかもしれないですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
ございます。ありがとうございます。じゃあ次のオールドスチューデントさんですね、幸せ度の幸せ度の観点で見てましたが、アカデミックの幸せと個人的な幸せ度は違うと思います。そういう意味では情報の選択が情報統制にならないのかと思います。うん、面白いですね。これも深いですよ ね、 それすごいですね。アカデミックな幸せと個人的な幸せ度は違うと思います。もう本当にその通りだと思います。幸せ研究の一番重要な点は幸せとは何かっていうことをみんなで考えてるっていうことだと思うんですけど、うん、そのもう欧米と日本でも違いますし、この辺はあの、京都大学の心の未来研究センターの内田先生とかがいろいろやってるので、興味ある方は読、ま、あのそこら辺の論文を読まれるといいと思うんですけど、例えば欧米の人にあの幸せ度を聞くと、なんていうのかな、 80% ぐらい、今あなたは幸せですかって聞いて、うん、まあ、80% ぐらい 90% ぐらい幸せだとかっていうのに対して、同じ質問を日本人にすると70% ぐらい幸せだみたいに答えが返ってきたりするんです。でそうすると、日本人よりもアメリカ人の方が幸せなんだねとかっていうふうに結論付けられるんですけれども、はいはい、うん、あの内田先生がやった研究とかだと、ところであなたは何パーセントぐらいが一番ベストだと思いますかって質問もするんです。そうすると、はい、アメリカ人はもちろん 100% が幸せに決まってんじゃないのかって答えるんですけど、日本人は 70% ぐらいがそこそこで幸せだよねっていうふうに答えるんです。でそういう意味では自分のセットポイントにちょうど合ってたりするっていうのが分かっていて、はい、もうあの国をまたいだだけでも幸せ度は違いますし、もちろん個人レベルで見たら何が幸せなんかは全然違いますし、あの特に、オールドスチューデントだから瞑想者だと思うんですけれども、あのもう一つの軸だと、その何て言うんですかね、ドーパミンシステムベースの幸せみたいな、すごい快楽ベースの幸せと、それからホメオスタシスベースの幸せみたいなものの見方もあって、あのホメオスタシスベースのドーパミンは分かりやすいですね。何かを獲得したりしたらめちゃめちゃドーパミンが出て快楽を得る。パチンコ屋ですげえ当たった時にバーンとドーパミン出てテンションあるみたいなのも幸せだし、ホメオスタシスはずっとその状態が維持できてるのが幸せですよね。それって温度もなんかこう気にならないとか、いろんなことが気にならない、このただ穏やかなものが幸せだったりして、この幸せって気づくめっちゃむずいんですよ、変化がないから。でも瞑想とかやっていくと、あ、これってすげえ気持ちいいんだって分かったりするんですね。でそうするとパチンコ屋出てきた人にあなた幸せですかっていうと、多分ドーパミンレベルでは幸せだっていうけれども、うん、本当はもうボロボロになって、ホメオスタシスの方は、いや僕らはでもそれをやっていくとなんとなくこっちの方が幸せだなと思ったりするようにもなるんですけども、まあちょっと話がざーっとなってますけれども、そういう意味でも幸せっていうのは人それぞれなので、デザイナーの人とか技術者がこういうものが幸せだろうって言って、ある特定の情報だけを提供していくっていうのはすごくリスクのある、僕らにとってリスクのあることだっていうふうに思っていて、でそれの、一番際がさっき言ったような、車に乗ったら知らない間に温度が調整されてて、これがお前の好きな温度なんだろうみたいな感じで全部こう設定されていくと、知らない間にその前の中に居続けるっていう、これはすごい怖いことだなって僕も思っています。なので自分で本当のなんか何が幸せなのかを体感レベルで理解していくっていうことがとっても大事になっていくと思うんですけど、そういうことをあんまり意識せずにテクノロジーが進んでいく可能性が非常に高いと思っているので、あのぜひ瞑想とかをして自分の中の感度を高めるっていうことをしていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。次、最後ですね、アツシさんから、マインドワンダリングにポジティブな側面はないのでしょうか。これはいっぱいあります、あるって言われています。あのマインドワンダリングっていうのは、今この瞬間にやるべきことがある場合にそれに注意が向かずに別のことを考えていることをマインドワンダリングっていうふうに言います。で、さっきも言ったみたいに1日のうちの半分ぐらいは僕らはマインドワンダリングをしているって言われていて、でそれはあんまり良くないことなんじゃないのかっていうふうに言われてるんですけれども、一方で価値のあることでもあるんですね。マインドワンダリングに関わっている脳領域っていうのはデフォルトモードネットワークっていうところが有名なんですけれども、これは何か課題をしているときは活動していなくて、何にもしてないぼーっとしているときにブーってこう活動が上がっていくんです。車のアイドリング状態のようなものだっていうふうに言われていて、それってすごい効率悪いかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、
実はこの何もしてないぼーっとしているときに、このデファルトモードエタグって自分に関連する脳領域なんですね。で、過去の体験が浮かび上がってきて整理をしたり情報を統合したり、あるいは未来の予測をしたりっていうことをマインドワンダリング中にしてるんです。で、こいつがちゃんと活動してるから自分っていう感覚が出来上がってきて、過去も現在も未来も自分っていうのがあって、で、しかもなんかが車でもアイドリングしてなかったらいきなり動けないわけですね。僕らもある程度アイドリング状態にいるから何かが起きてもすぐに反応したりすることができて、このアイドリングっていうのは必要なことなんです。だから 100% マインドワンダリングがなくなるっていうのは良くないことだと思うんですけれども、でも 100% がマインドワンダリングになったら偉いことになると。で、基本的に今ここじゃないマインドワンダリングって過去のことを考えてるか未来のことを考えてるかなんですね。で、過去のことばっかり考えるとうつうつとしてくるし、未来のことを不安に考えると不安神経症になったりっていう風になるので、バランスの取れたマインドワンダリングは必要なんだけど、過剰なマインドワンダリングは病気につながっていったりするっていう風に言われてます。で、それ以外にもマインドワンダリングをすることでクリエイティビティが高まるっていうような話もいろいろとあるので、一概にマインドワンダリングは悪いわけではないです。はい、あつしさん大丈夫でしょうかね。うん、それ1個だけ質問していいですか？はい、マインドワンダリングってあれですか、そのなんかやらなきゃいけないことがあるのに、フォーカスしたいことがあるのに他のことを考えちゃうことですか？あ、そうです。心理学の定義ではそうです。実際にこういう課題をしてくださいって言って課題をさせているときに、何か音とかを出してそこに注意がとらわれると、もうマインドワンダリングです。タスクベースですね。やるべきことがあるときにそこから逸れてるっていうことが、マインドワンダリング。でもやるべきことがあるって考えてること自体がストレスではないんですか？まあそれはストレスになる人もいるかもしれないです。ならない人も、うん、まあ定義としては、今やらないといけないこと、今考えないといけないときに考えてることはマインドワンダリングじゃないんですよ。だからちゃんとやなんかタスクを決めてそれに注意がいってたらマインドフルネスだし、そこから注意がそれてたらマインドワンダリング。結構それってこうもう 0. 何秒単位でもう行ったり来たりするものなんですか？それとも どのぐらいのスケールのものなのかなと思って。いや、それはね、結構難しいんですよ。マインドワンダリングを定義づけることが、脳の状態で定義づけるのとか難しいので、はい、うん、実際にはその瞬間にプローブが出たときに、なんか合図が出たときに、今マインドワンダリングしてましたかしてませんかみたいに聞くことが一般的で、どんぐらいのスケールで行って戻れるかとかっていうのは、その時間分解能でそもそも測ることも難しいし、うん、あ、でも測るっていうのは自己申告型なんですね。そうですね、マインドワンダリングすっごい、それだけで3時間とかみんなでディスカッションできるよね。面白そうですね。まあ、それは藤野さんの方で教えてもらいます。ありがとうございます。ということで、とても長くなりましたが、はい、ご参加いただ、まだ、ね、36名の方が参加してくださって、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週もやりますので、どうぞご参加ください。はい、それではありがとうございます。お知らせはいいんですか？はい、もうしたので大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。